してみて。行こう。
心を。
旅人にパイモン、元気にしていたでござるか。姿の彩り祭には道案内の者がいると聞いたが、まさかお主らであったとは。オイラたちもまさかカズハが姿の彩り祭の客人として稲妻に帰ってくるなんて思わなかったぞ。実を言うと、招待状をもらった時は拙者も不思議に思った。しかし長く外をさすらっていたゆえ、この木に故郷に帰り故人を偲ぶのもいいと考えたのでござる。カズハ、さっき遠くからお前を見かけた時、何か探してるみたいだったけど、何かあったのか？先ほど皆と共に船を降りた時、突然近くにとても軽い足音を聞いたのでござる。あれは決して一般乗客の足音ではなかった。しかし拙者が振り返った時、そのものはすでに消えており、残ったのは桟橋から聞こえたポツンという音のみ。相手の姿は見えなかったが、足元に奇怪な紙切れを見つけたのでござる。その紙ってもしかして詩が書かれていたか？おや、どうしてそのことを？よもやそのようなことが起きていたとは。うむ、もちろんでござるよ。では最後に赤人のことが書いてあったけど、やっぱり今回のは赤人についての物語みたいだな。つまり赤人は赤色の印象を使うのが好きだったからこの画号になった。だけど盗作行為が将軍にバレてしまって追放された。なんていうか、今回の物語はなんだか不吉だな。拙者は別に良くない物語だとは思わないでござるよ。拙者もかつては幕府の指名手配人であった。赤人と大して変わらぬ。この物語の赤人は悪いことをやったんだから、将軍に追放されたのは自業自得だ。カズハとは全然違うぞ。お前はどう思うんだ？うん、先ほど署名を書くのが遅いことを悩んでいる友人がいると話していたが、リーユエと稲妻においては確かに印象は署名に相当すると言われている。これは良い方法になるやもしれぬな。船で海を渡っていた頃、暇つぶしに彫刻などをしていたでござる。もしも印象を作るのであれば、拙者も力を貸せるであろう。おお、やったな。じゃあ早速アルベドに相談しに行こうぜ。この大会に早く。五河川の物語はまた現れたか。そんな方法まで一緒とは。印象、ふん、そうだね。確かに
効率の高そうな方法だね。それなら行く秋は筆跡の問題に悩まなくて済む。しかし、行く秋は以前すでにサインを読者に公開したことがある。もし今回の新刊で印象を使えば、誠意が足りないと思われてしまうんじゃないかな。僕にもう一つ考えがある。もちろん印象もそのうちの一部だ。今から宇宙艇へ向かい、みんなと相談してみよう。頑張ってください、陳玉先生。今日書かれた字は目まぐるしい進歩を遂げています。きっと昨日の特訓が効いたんですよ。ダメだ、もう腕が上がらない。こうなることが分かっていれば、今までも書道の授業で小説を読んだりしなかったのに。先ほど10分も休憩したところですよ。もう少し頑張ってください。主任、さすが我々の中で最も恐ろしい原稿催促をするお方。ええ、道理で八重様は面倒な作者に対していつも最後には主任を出向かせるのね。恐ろしいぜ。ちょっと見ない間に行く秋がまるで魂の抜け殻みたいな感じになっちゃってるぞ。編集主任、実は先ほどいい方法を見つけたんだ。みんなが直面しているこの苦境から抜け出せるかもしれない。リーユエと稲妻では印象が広く使われていて、一般的にサインと同等のものとして扱われる。この考えを応用すれば、サインをより簡単にすることができるはずだ。もちろん印象だけでは不十分だ。だから2つの要素でサインを構成するのはどうだい？まずは個人の印象。これは陳玉先生のサインを模型にして作る。同時に僕が陳玉先生に美しくかつ書きやすいものをデザインする。先生はそれぞれの小説にそのデザインを書くだけでいい。そうですね。ええ、この方法なら問題ないでしょう。作者の直筆も入っていますし、見た目も間違いなく良いものになりそうです。本当か？つまり僕は助かったのか？主任、思ったんですが、以前現場でのサイン販売を諦めたのって、作家先生のサインに時間がかかってしまうことを考慮したからですよね。ですがこの形でのサインなら現場でサイン販売ができるんじゃないでしょうか。それに全ての作家先生がこの形を採用すれば、陳玉先生のサインだけが浮いてしまうという事態も防げるはずです。ああ、君たちさえ良ければ僕も喜んで他の作家先生にサインをデザインしよう。印象の彫刻は拙者に任せるでござる。それでは今から新刊即売会に出席される他の2名の作家先生に連絡してまいります。ハクア先生にサインを作っていただけるなんて光栄です。俺の失明は複雑だからサイン販売には向かなかったんだ。これでやっと夢が叶う。よかった、みんなこの案に賛同してくれたみたいだな。何日にもわたって陳玉先生にはご苦労をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。どうぞごゆっくりお休みになってください。後のことは我々にお任せを。すでにサインの終わった小説については
今後八重堂のイベントで特別特典として使わせていただきますね。これでやっと解決ですね。みんなのおかげで僕も小野寺さんも苦境から抜け出すことができたよ。やっと自由になれたな。外に行って新鮮な空気でも吸ってこいよ。小野寺さん、後で即売会の変更を八重様に報告してきてください。この案ならきっと八重様も気に入ってくださいます。あなたは頭の回転が早い。あとはもう少し落ち着いて行動を取れるようになればきっと将来は大事をなせるでしょう。ありがとうございます主任。これが俗に言う災い転じて福となすってことかな。新刊即売会がサイン即売会になるなんて、読者の人たちもきっと喜ぶよ。まだ時間があるけど、これからどうするんだ？皆さん、ここにいらしたのですね。あれ、彩香と銀遊やろうじゃないか。なんでお前たちが一緒にいるんだ？実は先ほど、姿の彩り祭会場で開かれる生け花稽古場の手配をしていたのですが、下記から奇妙な紙切れを見つけたのです。その時こちらの吟遊詩人の方がそばにいらっしゃって、ここ数日似たようなものを他にも見つけているのだと聞き、二人であなた方を探していたのです。でもこのお嬢さんが見つけた紙切れは僕たちが前に見つけたものとちょっと違うんだよね。こちらです、ご覧ください。今までのは詩の長さもみんな同じくらいだったのに、今度のは二言で終わってるぞ。短い二言だけど、タイトルの横に書かれているわけでもなければ紙の真ん中に書かれているというわけでもない。この字の配置はまるでこの二言以外に紙にはまだ他の内容があると告げているようだね。この詩を言葉通りに解釈すると、紙を水に入れれば真実がおのずと浮かび上がるとなる。それで一つ思い出したんだけど、僕の家には古代の不思議な話をまとめた古い書籍があるんだ。その本によると、水に触れると現れ乾くと消える特殊な墨汁があるらしい。じゃあ試してみる？ちょうどこの近くに池があるみたいだよ。墨染めが赤人の花臭を手に入れ、花臭を小川に浸した。すると豊作だと言われていた
歌の筆跡が溶け出していった。なんでだ。印刷技術がまだ発達していなかった過去の時代では、手書きの文字は湿気によって簡単に滲んでしまうものでした。ですので、文字を長く保つため、特殊な墨汁で書くか、書いた後に防水の塗料を塗っていたんです。特製の墨汁は作るのが大変でしたし、塗料の方も楽な方法ではありませんでした。それでも赤人の歌集は将軍様へ献上するための重要なものですから、きっと二つの方法のうちどちらかを使っていたのでしょう。しかし、その盗作だと言われていた歌には赤人の印象がなかっただけでなく、水にさらされた時の状態も、もともと紙にあった他の文字とは大きく異なっていました。じゃあ、赤人は悪いことをしてないのに、誰かに陥れられたってことか。ああ、これこそが、墨染めの物語が僕たちに伝えたかった真実だろうね。悲しい物語だったけど、おかげで赤人と墨染めの絵の内容が決まった。カズハ、それに綾香、モデルになってくれる気はないかい？もちろん構いません。拙者も良いでござるよ。よし、じゃあこれで一気に2枚の肖像画が描けるな。うん、それに4つの物語が集まった。五河川の物語もこれでやっと完成だね。今は昔、稲妻に5人の歌人ありけり、世の人は五河川と。ある年、水行が天守閣に赴きて歌集を殿様に捧ぐ。されど葵の翁による歌の一枚破れたる咎めを受けに蹴り、水行は非を認めて曰く、昨晩大酒を飲みき、酔いし水行ににじり寄るはある影なりけり。その影こそ葵の大きな、すべては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の大きなは、やむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか、ただ知るはその歌が友の赤人を読むることのみ。赤人はかつて五河川の一人、名の赤は歌に朱印を残すことより来たり、かように優れし書き手なれど、ある年に参らせし歌に他者より盗んだものあり、赤人は咎により追い放され、河川五人は四人になりぬ。墨染めは赤人の歌集に目を通し、盗作に未朱印なしと知る。赤人の歌集を川に浸せば、盗作とされし歌の墨は波に流れけり、通りがかりし葵の大きな古き友を思い出し、目に移りしことを歌に読む。後に水行が歌を捧げしとき、あの波風を立てり。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は、読んでからずっと気になってたことがあるんだ。五河川の物語ってもう一人黒主ってやつがいただろ。でも
五河川の物語はそいつが一切出てない状態で終わったってことだよな。まさか君は気づいてなかったの？おい銀融野郎、笑いすぎだぞ。オイラが何に気づいてないって言うんだ。パイモン、実は今までの4つの詩に黒主の物語はすでに含まれていたんだ。え、そうなのか。この物語の要は墨染めが歌集を洗うのを見た後、葵の翁が読んだ歌にあるんだよ。少女が小川で赤人の歌集を洗うシーンは普通の人からしたら全くわけのわからない光景さ。それは葵の翁にとっても同じことで、彼は墨染めの行動を理解できなかった。その情景を見てもただ昔の友人を思い出しただけ。でも赤人を陥れた犯人からすれば話は違ってくるだろう。彼だけは不安を感じていた。もしもこの歌が将軍の目に触れれば赤人盗作事件の真相がバレてしまうかもしれない。そうなったら身の破滅だからね。だから彼は葵の翁を脅して歌を破り捨てるっていう強硬手段に出たのさ。じゃあ葵の翁を脅したやつが赤人を陥れた犯人なのか。え、そいつが黒主だって。そう、この詩集は4編しかないけどちゃんと五河川の物語について語っているんだ。詩に出てくる将軍はどう考えても河川じゃないし、残りの登場人物を考えたらこの正体不明の謎の人物しかいないだろう。お前たちに説明されてオイラもやっとわかったぞ。だけど僕は今別のことについて考えている。五河川の物語は僕たちの周囲で発生したことと多かれ少なかれ関係があっただろう。だったら現実においても黒主のような存在がいるんじゃないかな。現実の黒主？そういえばカズハがさっき何か思いついた様子だったけど。カズハ？確かにさっきからずっとだんまりだよな。カズハに聞いてみようぜ。カズハ、どうかしたのか？さっきからずっとこの真っ白な画布の前に立ってるけど、それに顔色も悪いみたいだぞ。すまない、これは僕たちの勝手な予測だけど、もしかして五河川物語が君に何か思い起こさせたかい？確かに先ほどいくつか思い当たる節があったが、拙者の家系にある古い話のことなのでござる。無論皆に話してもよいが、これ以上皆を煩わせたくはない。カズハ、オイラたちはお前の友達なんだ。迷惑なんてことないから気にするな。楓原さん、失礼ですが、そのことはもしかして雷電五花伝と関係することでしょうか？雷電五花伝？なんだそれ。どうやら拙者も綾香殿も同じことを考えていたようでござるな。これはシャブ行とも関係のあること。綾香殿、皆に話してもよいだろうか？ここにいらっしゃるのは皆さん信頼できる方々です。お話しするのは構いません。ですが説明が難しいことですので、まずは私から雷電五花伝についてお話ししましょう。皆さんも知っての通り、シャブ行は祭祀活動や文化の伝承を管理しています。その中においては稲妻の鍛造技法も重要なものとなっております。雷電五花伝とはかつて稲妻の最上位にあった5つの鍛造流派なのです。この5つの家系は刀鍛冶の名家でありながら、シャブ行においても重要な官職についていました。しかし残念ながら雷電五花伝において現在に至って受け継がれているのは天の間流のみ。
そして一神殿は、技法は失われてしまったものの、その末裔はまだ存続しております。楓原家こそが一神流派の末裔なのです。和葉の家が身分の高い武家だっていうのは知ってたけど、まさかシャブ業や刀鍛冶とも関係してたなんてな。うむ、されど遥か昔のことに過ぎぬ。一神殿は拙者の曽祖父の代にはすでに没落していた。曽祖父の無為無策に祖父は不満を抱えていたようでござる。家業を再興させる方法を探るべく若い頃にテイワットを旅したそうだが、それも失敗に終わった。そして拙者の代には唯一残っていた屋敷までもがなくなってしまったのでござる。以前お兄様から聞いたことがございます。ライデン五家殿の没落はとても早く、わずか数十年のうちにそのうちの三家が数々の不幸に見舞われ、やがて完全に姿を消したそうです。このように言うものもございます。あれらの不幸はすべてライデン五家殿を断絶するために誰かが裏で操作していたのだと。とはいえ、ライデン五家殿が完全に消失したというわけではありませんでしたので、このような意見も結局はただの噂とされました。うむ、拙者もずっとそのように思っていた。しかし拙者は曽祖父が若い頃に経験したある大事を知っているでござる。その一件は拙者たち楓原一族だけでなく、上里家のシャブ業における地位さえも揺るがしかねぬものであった。五家仙物語はまるであの一件の真相を暗示しているように思えたのでござる。カズハ、あの一件って当時何が起きたんだよ。あの一件の確証を得るためにはまだ詳しく調査する必要がある。明日の昼またここで落ち合うのはどうであろうか。その時拙者の知る全てをお主らに話そう。
今回は大物が釣れたようだ。Thank you.
この同点も華やいで同点について
五河川広場の混雑はだいぶ緩和されたが、まだ気を緩めることはできない。祭りだからと軽んじるな。これは重要事項だ。いいな。はっ、九条サラ様。お前たちか。何かあったのか。そうか、ないに越したことはない。こたびの姿の彩り祭では祭りの秩序と治安を維持するのが我ら天領奉行の務め。何かあれば私に言うといい。すごく忙しいみたいだな。何か大変なことでもあったのか。大変というほどではない。ここ数日、列への割り込みや商品転売の報告をいくつも受けてな。それと物好きな輩による顔出し看板の選挙。どれも些細なことだが、一つ一つを登記するとなるとやはり人手がいるんだ。だがこれほどたくさん助けを求めてくれるのは、天領奉行が人々の信頼を取り戻せている証明でもある。姿の彩り祭の警備は将軍様の命令であり、民衆に天領奉行を再認識させる機会でもある。決して間違いがあってはならない。たとえどんなに疲れていても向き合うのが当然だ。でもそんな忙しい中ここに来たってことは、将軍様人形が買いたかったんだろ。オイラたちも欲しいなって思ってたぜ。人形とは何のことだ。私はただ近くで見回りをしていただけだ。すぐに行く。照れるなって。実は巫女から聞いたんだ。前にお前が人形を買ってた時、朝早くから列の一番目に並んでたらしいな。宮司様がそのようなことまで。いいだろう。私は常に畏敬の念を持ってこのことに向き合っている。花から隠すつもりはない。だが一つだけ訂正してもらいたい。え？なんだ？これは人形などではなく、御岳鳴神主の御子と大御所様像の形をした彫像だ。わかったか？わかった。こたびの御岳鳴神主の御子と大御所様像は初めて発売される新しい型のものだ。購入は一人一つまでで、総数は300のみ。多くのものは朝早くから並んでいた。こんな時間に来たお前たちはおそらくもう手に入らんだろう。そうだったのか。でもサラは朝早くから並んだんだよな。無事に手に入ったのか。普段であれば必ずやこの手で御岳鳴神主の御子と大御所様像をお迎えしていたが、今は姿の彩り祭における公務の方が優先だ。店が開かれる前から我々はすでに勤務を始めている。名残惜しいが今回は諦めるしかなかった。そっか、残念だな。だから私の代わりに他の者に買ってもらうよう手配した。買ってたのかよ。でも一人一つ限定なんだよな。すごく人気の人形、肖像だし代理のやつに買わせるのは難しいんじゃないか。私もそれで困っていたのだが、連日公務に励んでいた私をねぎらって八重宮司様がとある専門家を派遣してくださったのだ。専門家が誰なのかはわからないが、大方鳴神大社か社奉行所属のものだろうと思って、私も深くは聞かなかった。もうすぐ来る頃だろう。今回は宮司様がいてくださってよかった。代理買い付けをしてくれるものを探すのは一苦労だからな。何せ早起きの気力と人気商品をその手につかむための大きな体格が必要だからな。早起きする気力と大きな体格。
何の音だ。そうか。さて、少し長いしすぎたな。次の見回り地点へ向かわねば。お前たちが姿の彩り祭を無事楽しめることを願っているぞ。君たちのその表情、どうやら今回発売の御岳鳴神主の御子と大御所様像が買えなかったみたいだね。売ってくれるかって？売るわけないだろう。こっちは苦労してやっと手に入れたんだ。他を当たるんだな。せっかく稲妻に来ることができた上、早起きして駆けつけたのに、結局手に入らなかった。今回の初回販売、思ったよりも量が少なかったな。次はいつになるんだか。まあせっかくここまで来たし、代わりに何か他の記念品でも買うか。あら、君たちも買えなかったの？おかしいわね。私も今朝並びに来たんだけど、購入できた友達から聞いた話では、その子は夜中から並んでて、先頭からだいたい100人目くらいで買えたんだって。でも私は彼女と150人くらいしか離れてなかったの。それなら私も買えたはずじゃない？やっぱり後で店の人に聞いてみるわ。どうしよう、このままだとおしまいだ。買えなかったって人が結構いたぞ。もしかして店の人が数を間違えたんじゃないか。天井屋に行って聞いてみようぜ。希望が全くないよりかはマシだ。申し訳ございません。今朝は他の者に店番を頼んでいたもので、詳細は分かりません。ただ帳簿を見ると確かに300個売り出しています。その後ろの人形は売ってくれないのか。申し訳ございません。これらは全て展示用の見本品でして皆さんそう落ち込まないでください。
今回この彫像が限定販売されたのはこの姿の彩り祭が初めてですし、この先また機会があるかもしれませんので。じゃあ次の発売っていつになるのよ。それにこのお兄さんなんかはるばるモンドから来たのよ。早くからずっと並んでて、少なくとも私より50人は先だった。その彼でさえ買えないなんて、どう考えても数が合ってないんじゃない。まあ俺は稲妻の祭りに詳しくないからあくまで感覚だが、確かに売り切れるのが早すぎたとは思う。申し訳ございません。今朝の帳簿はもう何度も確認したのですが、おそらく問題はないかと。そうなら天領奉行の人に調査してもらおうかしら。天領奉行？ダメ。おや、あなた方は。あれ、こういうことって社奉行の管轄だったの？そうだ、この件は我々が追って調査する。だから天領奉行に連絡する必要はない。彼らはすごく忙しいからな。おかしいぞ、なんでさゆは急にやる気になったんだ。しー、天領奉行に報告されてしまったら、九条さらはきっと切に事情を聞いてくる。そしたら人形が買えなかったことが。とにかくやむを得ない時が来るまでは天領奉行には知らせるな。そうね、もう調査をしているのならとりあえずは結果を待つわ。まあせっかくここまで来たし、人形が買えないなら他のを見てくるか。ご理解感謝いたします。調査結果が分かり次第直ちにお知らせいたします。でも調査するって言ってもオイラたちには何の手がかりもないぞ。やっぱりお客さんたちの数え間違いなんじゃないか。最初から最後まで並んでた証人みたいな人がいたらいいんだけどな。せつのことか。でもせつはずっと寝てて、声選び終えたよ、これで頼む。毎度あり、またのお越しをお待ちしております。毎度あり？あ、思い出した。今朝、たくさんの毎度ありを聞いた。え？何回だった？ちょうど300回だったか？それは、ちょっと…毎回毎度ありって聞こえるたび16回のいびきをかいてた。そんな数え方があるのかよ。16回のいびきはだいたい1分だ。それに品物の準備とか箱を運ぶ時間を合わせたら、そう、今だって販売開始からまだ4時間しか経ってないんだから、きっと数に問題がある。つまり本当なら説が今起きたとしてもまだ買えるかもしれなかった。多分。とにかく任務が失敗したのは悪者が細工していたからで、説がサボったせいじゃない。じゃあ一体誰がそんなことを。今回は購入方法も厳しく、一人一つしか買えない上に身分まで登録しなければならなかった。だから
一人が多く買うのは無理だ。サラたちが町の警備をしてるから列に割り込むやつはいなかったはずだよな。もしこれが悪いやつの仕業ならきっとその人形を高値で売ろうとするはずだよな。さっき苦労して手に入れたって言ってた人に聞いてみようぜ。何か手がかりが見つかるかもしれない。御岳鳴神主の御子と大御所様像を変えた秘訣を教えてほしいだって。誰が教えるか。え、なんでだよ。お前の人形を取ろうとしてるわけじゃないのに。聞くな、言えないもんは言えないんだ。どうして。どうしてそれを。え、ああ、そうだ、我々は専門家。ああ、そうか。もう知ってるんだったら仕方ない。だが他のやつには言うなよ。俺は朝早くから並びに来たが、彫像はとっくに売り切れてたんだ。悔しかったから天井屋の裏口に行って、次の販売がいつになるか店員に聞こうとした。そしたら彫像何箱も外に運んでるのが見えたんだ。何をしてるのか聞こうとしたが、その時、なあ、そうだ、だが俺は金を払ったぞ。店員から正式に買い取ったんだ。正式な取引だったかどうかはお前が決めることではない。なあ、これは天領奉行。姿の彩り祭に乗じ、買い占めをして高値で売ろうとする者がいるとの知らせを受けた。たとえこれらの彫像が戦略物資ではなく、市場によって価格が上下するものだとしても、内部者が職務権限を不正に利用して取引記録を偽造し品物を横領したことは完全なる違法行為。我々はすでに天井屋を調べた。帳簿に間違いはなかったが、銭箱の中に石が入ったモラ袋が2つあった。そんな証拠品として、その御岳鳴神主の御子と大御所様像を押収する。それからお前の損失分については、犯人を捕まえ次第全額返金する。はあ、分かった。まさかそんなことまでしてたなんて。まさかこんな早くサラがこいつらの動きに気づくなんてな。我々も先ほど情報を得たばかりなのだ。まだ犯人を捕まえられるほどの人手は集めていない。ん？そちらは？捕まる。おお、宮司様が呼んだ専門家か。なぜずっと会えないのか疑問に思っていたが。説たちは人形、御岳鳴神主の御子と大御所様像の数が合わないことの調査をしてた。そうか、ご苦労だった。だがこの件は天領奉行が引き受ける。もう問題はないだろう。その、実は御岳鳴神主の御子と。そうなのか。それは本当にご苦労だった。では御岳鳴神主の御子と大御所様像はどこに。そうさよは一晩中店員の方を調査してたんだ。それで戻ってきた時にはもう販売が終わっちゃってて。そうそれがなかったら説は変えてた。そうか、結局変えなかったのか。すまない。
この件は悪事によるもの。今は速やかに逮捕計画を立てることが最優先事項だ。そんなに自分を責めることはない。うん。情報によれば、容疑者はすでに会場の近くで高値の転売を始めているようだ。だが場所は巧みに隠されており、動きも慎重。直接突入すれば躍起になって証拠を破壊するかもしれない。秘密裏に包囲するには誰かが奴らの注意を引く必要があるが、夜通し調査をしていたというのならその者の詳細を知っているはずだな。奴の信頼を得るにはお前たちが適任者と言えよう。皆の者、天領奉行に力を貸してはくれないか。え？うん、節たちに任せておけ。お帰りなさい、将軍様。誰からの紹介で来た？今は特殊な状況で他の客からの紹介以外は断ってるんだ。やっぱりあいつか。まああいつも品物を買った客の一人と言えるか。先に言っておくが、この商品は品薄なんだ。他と同じ価格で買えると思うなよ。また値上がりしたのか。たったの数時間しか経ってないぞ。買いたくねんなら別に構わない。価格はまだまだ上がるんだ。急ぐ必要がなければもっと上げてたぜ。とにかくここ以外で買えるところなんてねえよ。もう少し値切りをしよう。ぐだぐだ言ってないでお前が思う値段を言え。それでいい。急ぐ必要がなければこんなことには。また、おいらもうちょっと交渉したいんだけど。この上まだ何を交渉するってんだ。欲しいのか欲しくないのか。冷やかしか。買う気もねえなら時間を無駄にさせるんじゃねえよ。騒がせやがって。場所を変える時間もなくなったじゃねえか。その必要はない。横領罪と取引偽造罪で逮捕する。証拠は出揃っている。我々と共に奉行所へと来てもらおう。天領奉行、いつの間に。まさかさっき値切りをしてた時に。ひひ、神妙にお縄につけ。皆の手助けに感謝する。奴が品を隠していた場所も割れ、早速応酬に向かっている。よし、これで天井屋の方も確認が終わったらまた列に並んで買えるよな。今度こそ任務を達成しないと。おそらくそれはできない。押収した品物は証拠として奉行所が保管する。しばらくは売ることができないだろう。そんな。このことを天使に伝えてきてくれないか。私は奉行所へ戻り状況を確認してくる。サラは何も言わなかったけど悲しんでるはずだよな。本当にもう方法はないのか。なるほど。ご苦労様でした。直ちに保証内容を作成しお知らせを掲載いたします。あ、少々お待ちください。こちらは展示用の御岳なる神主の御事大御所様像です。見本品ですが
そのお礼としてあなた方に差し上げます。今回は店の目が不行き届けだったことで皆さんにご迷惑をおかけしました。お詫びとお礼にささやかですが受け取ってください。本当か？うえ、この人形を九条さらに渡せば任務完了だ。ダメだ、ずっと続いてた緊張が解けたせいで今にも寝てしまいそうな気分。この人形を奉行所まで届けて、ふいふい、せつ、もう仕事しないで済む。今回は店の目が不行き届けだったことで皆さんにご迷惑をおかけしました。お詫びとお礼にささやかですが受け取ってください。視界が開けたわね。ソラ、これを見ろ。これはまさか。ここ最近ずっと忙しかったから細かいとこまでは見てなかったけど、こうして見るとよく作り込まれてるよな。当然だ。これは八重堂でも最高峰の絵師が図案を描き、稲妻城で最も手だれとされる漆器職人によって作られたもの。そうでなければ将軍様のお姿の千分の一も再現できないだろう。それにこの立派な造形を長く保つには特製の祠を購入して保安する必要がある。定期的に掃除し埃を払わなければならない。最もいいのは職人を呼んで手入れしてもらうことだが。サラ、サラ。ん？どうした？御岳鳴神主の御子と大御所様像保全の道は全部で5箇条あるんだ。まだ1条も言い終えていない。この小さな人形にそれほどまでの心得が必要なのですね。巫女からは何も聞かされていませんでしたが。将軍様、どうしてここへ？何もすることがなかったので天守閣の外に来てみたのです。ところでこの人形はあなたが買ったものなのですか？これは彼のもので。おや、あなたもこのようなものに興味があったのですね。将軍様、私はまだ姿の彩り祭の警備を手配しなければなりませんので先に失礼いたします。あ、え、ご苦労様です。サラの後ろ姿、なんだかしょんぼりしてたな。そういえば天守閣に人形がもう一つあります。八重堂から送られた見本品ですが、私のところにあっても使い道がないのであなたたちに差し上げましょう。私の言葉に二言はありません。差し上げると言ったからにはそれをどう扱おうと好きにしていいということです。もちろん他の方へ送っても構いませんよ。それが面倒であれば私から人を手配して届けることもできます。もちろん差出人の名前はあなたにしますが、
なんでそんな面倒なこと。はい、それでいいでしょう。戻ったらすぐに手配します。あ、それとこの姿の彩り祭において、すべてがあなたたちの思う通りにうまくいくことを願っていますよ。